先生、先生、先生、続けいー。いやー、先生、ケースだよ。みんな、ちょっと、今更だけど、重要なことを気づいたんよ。このギャラリーところを見てもらいたい。ここにはね、一枚絵、スチルが出てきたシーンの、出てきたシーンを見た後にさ、ギャラリー戻ってきたら、これまで見た一枚絵をここで見れるようなところがあるんやけど、ここ、ヒントとかあるんですよね。この1枚目を見るためにはこうすればいいですよみたいなヒントが書かれてるんですよ。これさ、早めに気づいとってさっき見とけばよかったなって思っとんよな。もう4日目生きとくしげんな。あなんでね、4日目になる今回はね、ちゃんとこのヒントを頭に入れた状態でねプレイしていきたいと思います。今回のヒントは夜の日、今回の昼にベッティの部屋に行って話を聞けって話らしいと、今回もう昼でグレッグの部屋、あ、ベッティとグレッグの部屋それぞれに行って話を進めろって話らしいね。これもベッティやけんね。あ、ベッティの方は2枚イラスト出てくるんやな。てわけで今回やっていくわ。その4日目の日、あさってってことになる。死んだ状態からスタートしたんよな。もう達成目標何やったっけとりあえず達成目標確認しとこう。あ、話を聞くね、みんなに。ここ、あ、ここは死体だけが置かれとる状態なんやんじゃん。まあ、遺体としてだけしか残ってないね。相変わらず重いよな、この集中モード。別に近くになんか、重要な物質、物体があるわけでもなく、じゃあみんなで話しかけていくぜ。ヒャッホイ！神父、はい、神父、はい、神父。ロセ、何も心配することはないよ。みんなは犯人を探したいようだけど、間もなく終わる。私の手の中でね。そう言ってんだろ、お前。それに犯人は見つからないさ。みんながみんな秘密を隠したままではね。まあお前が犯人だもんな。その顔やめろお前。哀れみを向けるようなその顔やめろ。秘密？ローゼも私に秘密があるだろ。ポケットには入ってる中庭の鍵とかね。あ、分かっとったんじゃ。分かったまま踊らされていたというのか。大丈夫、そんなことで怒ったりしないよ。返してもらえるかな。返させる方やんな。何もこう分かっとったんじゃ。うん、いい子だ。夜遊びもほどほどにね。何もかも分かったまま手の上で転がされとったんか、お前。ああ。やべえぞ、あいつ。やべえぞ、あいつ。ロセ、大丈夫？神父様は犯人を探す気はないようね。だってあいつが犯人だもん。どう考えても。あいつが裏で何かいろいろやってるんだもん。そりゃ探すわけないやもん。だって自分が犯人だもの。やだ、ロゼ、気づいてくれ。あいつがどう考えても怪しいって、ロゼ。知っているからでしょうね。てか、あいつが犯人だろ。ロゼ、神父様には気をつけて。このままじゃ、孤児全員消えるというのに、全く気にしていないみたい。そして、ロゼ、あなたもここの孤児。あなたにも、きっと何かを仕掛けてくるわ。昨日、神父様は夜中に客室の前で何かをしていたみたい。ファルって男に何か置いていったようだけど。とにかく気をつけて。ファルもすごい気になるよな。客室か。客室行けって言われよう感じがする。でもさ、昼間に、昼のうちに話しかけとかわかんのよな。ベティ。エリオットのこと、あまり好きじゃなかったというか、あの子、神父様にべったりしてた印象しかないのよね。神父様は徹底して犯人探しはしなさそうだけど、ロゼはどう思う？あいつが犯人だと思う。どうって？私はあのノワールってジョイが怪しいと思うの。ああ、お前ノワール先生のことを弱く言うんじゃねえ。ノワール先生は俺の黒ゲームに対しての唯一の清涼剤だからな。ノワール先生がいなくなった黒ゲームなんか用はないと思ってる。それは言い過ぎや。それは言い過ぎ。ごめんなさい、作者さん。ごめんなさい。それは言い過ぎだと思うわ。ローゼ、よく一緒にいるよね。怪しいこととかなかったの？
まあ、確かに敵側に逃げそうな発言はいくつかしたけど、俺は信じとるぞ。ノアール先生が味方であること、最後まで味方であるということを。なんでだってお母さんによく似てるんだもん。ノアールは医者、人を助けることが仕事だよ。そうだそうだ。あれ、なんかクリック、反応悪いな。ロゼって純粋ね。死が助けになることもあるのよ。うわー、お前またこの怖い顔出してくるな、お前。ちょいちょいお前怖いんよ、何か。この世界の真理を知ってそうな顔してんだよな、お前。それに昨日の夜、あの人をバスルームで何かしていたのを見たわ。たまたまトイレに行ったら見ちゃって、夜中にコソコソしてるのは怪しいわ。あ、そうなんじゃ。あ、バスルームだろ、でも。ただ、お風呂入ってただけちゃうん。お風呂入ってただけやろ、お前。お風呂入りながらさ、なんか、あ、もしかしたら自分の胸揉んだりしてさ、バスト大きくするマッサージとかしようかもしれんな。あー、男子禁制。男子禁制だわ、それ。あー。昼間に話しかけなあかんみたいなこと言おったけど。ロゼとよくいるノアルテジョイ。変だと思うわ。昨夜だって、あー、これはさっき言おった話か。あ、バスルーム喋りに行けって言うか。つまり、バスルームでなんかあるって言いたいんか。それ赤はしてくれてさ、助かるわ。どこ行けばいいんですみたいな感じで。怪しい人ってもう、え、もしかしてこの達成目標の怪しい人物の行動を探るってノワール先生も混ざってるんすか。え、俺とノワール先生のことは信じたいんやけどな。まあしょうがない、バスルーム行くわ。もしかしたらノワール先生のブラジャーとかあるかもしれんしな。あー、なんかいきなり声出されてきたよ。チー、あー待てよ。でもみんなは知らんだろうけどさ、俺さ、3日目にちょっと、イベントをさ、サブイベントみたいなのがあってさ、それ実況外でやったんよな、サブイベント。なんかノワール先生がさ、体中に実は傷だらけ、傷がたくさんあるっていうイベントを見たんよな、その時の傷か。これは、血の跡？お、あー、ノワール先生来た。タイミングよくノワール先生来た。あれ？ベティが言ってた。ノワールが昨日の夜ここでしてたことって、え、何これ、血を洗い流してたの？なんでそんなこと。え、体中から傷だらけで、そこがちょっと血が出たとかじゃなくて、え、手に血がついとったん？てかロゼ、なんでそんなん見えたの？ベティがノワールの行動に疑問を持って、夜中に何かやれよって。わ、こんなに謎作り出すな。血一滴で5個も謎を作るな、お前。やめろよ。うん、やばいぞ。工藤新一呼んでこない、赤いものになってきたぞ。工藤新一か。もう名探偵呼ばんかったらあかんようにやってきた。じっちゃんになりかけて。それ別の探偵やけど。やばいぞ。とりあえず集中モードとこうか。怪しい人物の片方をこれで調べたことになりました。なんだ、怪しい人物ってこれで終わりなん？え、おい、ルイスに関しての下調べしないぞ。ふふ、ロゼのその顔、何か見てきたのね。お前鋭いんよ、お前。お前鋭いんよ、お前。人の行動に対する洞察が。面白い話を聞かせてあげる。きっとロゼも興味あると思うの。なんだ、ノアール先生が何色の下着をつけてるとかって話か。聞いたかったら私の部屋に来て。あ、元はジェフの部屋だっけ。あ、これか。これがギャラリーにあったヒントの話なんか。どうなんだろう、ストーリーを進めたら2枚絵が見えるみたいな話あったもんな。ノワールさん、神父様には気をつけて。彼は客、あー、それは聞いたな。さっき客室行ってみるか。だったらいかにもこのまま部屋に話しに行ったらさ、ストーリー進めきそうな気がするし、だったらその前にちょっと客室か。あ、なんで俺集中モード入れたん、思うなるだけやってんの。客室どこやったっけ、客室どこやったっけ、
どこやったっけ、左の方じゃ。遠いな。ブーン、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 ここやったっけ。なんか遠回りしようね。ここやな。あ、来た！ファルって人、まだここに止まってるのかな？あ、集中モードか、ここで。あ、なんだこれ！こんなとこに紙が落ちてる。こんなのなかったで、昨日まで。なんだこれ。何か落ちてる。何これ。うわー、また情報いつ出てきたぞ、お前。なになに？ルイス。あー、警戒、まあ、ノワルはそうだろう。ファルが止まっていった客室の前に置いてかれてるメッセージ。それは？客室でファルの姿は、あ、今はないんやな。あの日の真実は、私の知識に裏に隠されている。すべてを知りたければ探すことだ。手紙はその場に落としていった。すべてを知りたければ探すことだ。あ、結局行動をしな、わからんのじゃ。あの日の真実を私の知識の裏に隠されているってどういう意味だろ。なんか知っとんかな、ファルが。ファルと神父の関係性がすごい気になるけど、まだできた。階層的なやつ。なんでこんなもんが見えるのか。なんかの祈りに目覚めてるよ、ロゼが。落としたんじゃなくて置いていったんやな。あ、こういう感じで文通しよった感じなんじゃ。ファルって人は神父様に呼び出された？神父が行動を起こしたんやな。あー、まあ結局のところいろいろ調べてみんかったらわからんってことですね。お前はどう思いますか？ルイス神父は俺たちを家族だと言うけど、家族で殺し合いはしない。それにベティは何を考えてるんだか。俺がエリオットと最後で見たのはこの聖堂だ。ベティと何か揉めてたな。レッ人間関係がなんか揉めとったりさ、何かこそこそ話しとったりさ、怪しいって言ったり、泥沼やな、関係性が。お前家族かっていうくらい泥沼やな、お前。韓国ドラマかってくらい泥沼やったろ、家族の関係が、お前。グレイクルはベリーだと思うの？ベティか。あのファルって男じゃないかと思ってる。にしても、エリオットが何もしないで死ぬとは思えない。あいつのことだ。死ぬ前に何か残してそうだけど、あー、今回赤字多いねん。赤字頭に入りきらんねん、これ。死ぬ前に何か残してそう。あー、そうかもしれんな。あ、みんなの話聞き終わった。ってことはだ、それを聞いた上で、殺人現場に行けばいいんか。え、殺人現場ってどこやったっけ。あー、来たー。何かあるぞ。あ、あっと、手になんか握ってるんじゃ。エリオット何か持ってる。なんだよ。おっと、また見えてきたぞ。グレッグが見たっていうベティとエリオットの言い争い。そういうのが見えるんじゃ。何を言い争っただろう。こう握りしめてた理由は。何を握りしめとった。首飾り、ネックレス、十字架。はあ、ベティが犯人ではなくとも、エリオットの死の事情を知っているのでは。お、何か握っとんじゃ、ベティが。これ、ベティのネックレスなんじゃ。結構いいネックレス持ってるね。俺にくれないか。ただじゃ、ただことじゃなさそうな関係があるな。よっしゃー。だいたい調べるところは調べたんじゃなかったっけって思うんやけど。なんだ？イベント始まった。ローゼ、顔色が悪いぞ。どうした？お前まさかエリオットを調べてきたんじゃ。うん。俺が余計なことを言ったせいだよな。だって赤字で出してくるもん、お前。いかにも調べた方がいいぞみたいな感じで言ってくるもん。俺素直な性格やけん。俺結構素直な性格やけんさ。エリオットがこれを握りしめてたの。これはベティの。確かにベティは怪しいけど、これだけで判断するのは間違ってる気がする。けど
グレイク？もう待てないな。ロゼ、話がある。俺の部屋に来てくれ。なんだ、つい込まれる。二人っきりで話とか、洗濯とかある。わっ、まずい。これ、エンディング変わるな。ベティに会いに行くか、グレッグに会いに行くかでだいぶ変わるんじゃ話。なにこれ、ここでマルチになってくるん？もしかして。これセーブ案件ですよ。セーブ案件ですよ、これ。バッチリセーブしとかなあかんやつですよ。あきまへんな。セーブとかかったらあきまへんな、これ。よっしゃ、どうしよう。まあ、聞けるところを両方とも見ようとは思いながらも。あ、もしかしてあれか。昼間に、なんか、スチール見、スチールの達成条件で、なんか、グレッグとベティの二人の会話で話進めるみたいなのあったけどさ、どっちかしら見えんのか、これ。どっちか見たら話進んでしまう感じなんか、これ。マジか。だったら、俺、スチールの枚数多いベティの方行くわ。そういう理由で、そういう理由で。うわぁ！重要なんやな。わざわざこんな選択肢出てくるんやっけ。重要なんやな、これ。決めたわ。スチールが2枚見える。1枚よりは2枚見たいわ、俺。話し業を聞こう。話を聞こう。ロゼ、こっちこっち。来てくれてよかった。話って？黒教会、なんだか変だと思わない？思ってるね。それはもう、ここに来た瞬間から思ってるね。うん。もう今更だって話だね、お前。私より先にいたくせに、今頃そんな頃の事情をするとか、お前もバカなのかって思うね。こんな山奥に建てられた、めったに人なんて来ない。来るのは怪しい男とジョイ、そして新しい孤児。俺も怪しいのに、一つに食い込まれとんか。怪しい男は泣いて懺悔する。謎の多いジョイは血を洗い流す。中庭からは悲鳴が聞こえて、孤児たちは毎晩一人ずつ殺され、神父は何事もなかったように一日を始める。ノワールは誰の血を洗い流してたのかな？そこ気になるな。自分の血かな？なんて思っとったけど。さあ、それはわからないけど、私の知ってることを全部教えてあげる。うん。今夜、散歩に付き合ってほしいの。迎えに行くから。やめろよ、お前。そんなこと言おったら次の日死んでるんはお前やぞ。次の日朝起きてみんなのとこ行ってみたら死んでるんはお前やぞ。死亡フラグ立ったぞお前。って言ってグレッグの方いとってさ、グレッグも似たような話して次の日死んでるはグレッグ的な感じになるんかな。もしかしてそういうゲームなんかな。あれスチルは夜になっちゃった。あれこっからだ。もう夜っぽい感じになってしまったわけで、これ。こんばんは、ロゼ。さあ、行きましょう。待て！俺、スチル見逃した、もしかして。両方とも見逃したかな？スチルなんか出てないぞ。これから？昼ちゃうぞ、これ。どこに行くぞ？散歩に付き合ってくって言ったでしょ？ただ聞くより、見て感じた方がいいと思って。何をだ？何の話をするん？ベティと行動を共にすることは、時が来るとは思わんかった。じゃあまずは中庭に行きましょう。でも鍵かかってんじゃ。大丈夫、ロゼと会う前に開けといたから。怖い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 中庭でまで怖い怖い縛りやらせろ、お前。途中で止めるな、お前。ああ、中庭でまで怖い怖い縛りできんかったじゃないか。来た。今夜は、君の悪い悲鳴は聞こえないみたいね。私も聞いた。あれは、誰の悲鳴なの？
それよりもどっからよ。この中庭と近い部屋は図書室とラウンジぐらい。でも見に行っても何もないの。中庭は吹き抜けで2階はない。だとしたらどこから悲鳴は聞こえると思う？あなたの心からです。下？地下！あ、そうか、そういうパターンあるかもしれんな。ありそう。てかさ、絵を撮ってみたら向こう側に死体隠されてましたみたいなことがあるっけ。地下があってもおかしくないな。確かに言われてみれば。そう、きっと地下があるのよ。ありそう、ありそう。地下になんか拷問室がありそう。じゃあ今度は誰の悲鳴か。それは今の音ってどっか、え、閉まった？閉められた？閉じ込められたみたい。うん、ベティ喜怒哀楽が多くて、なんか可愛いと思いながらも、なんかおまぬけさんねって感じになるよ、この状況。このタイミングで締められるか。誰かにつけられてるのは気づいていたけど、こんなことして何のかのかしら。うかつすぎる。気づいてんだったら何か対処しろよって思うな、俺は。寒くなってきた。今は小雨だけど、いつまた土砂降りになるか。それにクロモージャーは寒くて凍えちゃう。ロゼ、さっき言ってた中庭に地下があるって話、この教会には秘密の通路があると思うの。おお、なるほど。きっと教会のいろんな部屋につながってるわ。この中庭にもあるはず。一緒に探してみよう。なるほどね。集中モード出番じゃ。何お前、よーく考えよー、お金は大事だよみたいなポーズ取ったな。お前、お前も探せ、動け。集中モード。こういう時のために集中モードってあるんじゃないかなって実感するわ。これより上行けんの？あ、行けるよな。墓地が見える。おっと、錆びたバルブ。一人では回せない。しかし今はベティがいるってことが。ベティ一人で換算していいんかな。このバルブいかにもって感じね。回してみましょう。こんな外から見えるような感じなん？あー、あ、行けた。はあ、ロゼがいてよかったわ。こんな硬いバルブ、私一人じゃきっと開けられなかったもの。どうなる？あー、そこか。水が止まった。そうみたい。これで状況が変わればいいけど。なんか変わったかな、水が止まったからって。集中。豪華な噴水、知らん。そんなんは知らん、そんなんは知らん、そんなんは知らん。え、なんかある？止まって中に何かあるパターン？冷たそうじゃねえんだよ。ああ、水の質感じゃないんだよ。重要なのは水の質感じゃねえんだよ。え、なんか水が止まったから何って感じじゃ。知らん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 って。え、なんかある？水が止まったから何かある？何もなくない？え、知らんって知らんって知らんのよ。水関係あるんだったら、ジョーロ？ジョーロ？関係ないか。どうするの？どうするの？どうするの、さっちゃん。あ、てか、え、あれ？こんなところ入り口あった？え？あ！え？水抜けたけ、ここが、なんか開いたって感じ？あー、なんだこれ！気づかんかった。わあ、ほんまに時間がある。地下通路。あ、ほこりっぽい。あんま使えてない感がすごい。真っ暗、ランタンがあってよかった。この通路はどこに繋がってるのかしら？集中。鉄格子。あの悲鳴の正体はきっとここに地下にあるのね。気をつけて進まないと悲鳴を上げるには私たちになるわ。うん、わかりやすい表現ありがとう。なんか仕掛けがあるんか、さらに。集中。仕
かし鉄格子とかの話。え？鎖の下に杭があって、このままでは、なんだ？どうした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 、お前、いきなりひらめくな、お前、いきなりひらめくな、何？何何何それ突然他のキャラクターが動き出して何か発想を出してくるとかいうパターンあるんじゃ、これ。これでレバーを止めておかないかしら。やってみる。あ、どうした？ロゼ二人増えた。ロゼが突然二人に増えた。待って。集中モード。消して、もうこれやな。これのことか。なるほど。これを引いた状態にしとけば、ここ通れるようになるって感じ。よかった。じゃあ、行きましょう。よっしゃ。すごい、なんか、まがまがしい感じっていうか、残酷やな。残酷なことがここで起こってた感じがするな。真っ暗じゃ。ここも入れん。どんどん奥に行くぜ。恐る恐るやな。あ、上行ける。どこ出るんこれ。ここ？やっと出れた。ここって昨日までファルって男の人が泊まってた客室ね。もうこの教会にあの男の人はいないのかな。わからない。神父様が客室を片付けてたから、もうこの部屋には泊まってないとは思う。でもこの雨の中、大人でも出ていくのは厳しいと思うけど、どっかにおるんかな。前の神父みたいな感じでどっかに隠されとんかな、死体ごと、死体を。ベティもファルって人がみんなを殺したと思う？正直みんな怪しすぎて、ノワールってジョイは特に信用ができないって思ってるわ。やめろお前、ノワール先生は悪くないぞ。ノワール先生は絶対お祈り方やぞお前。地下を通ったせいで汚れちゃったし、バスルームに行きましょう。私が昨日見たノワールのことも教えてあげる。おお、これは女の子二人がイチャイチャしてるところを見られますよ皆さん。俺はロリコンじゃないけどさ、みんなは結構これを需要あると見てくれるんじゃないだろうか。よかったなみんな、この動画を見て。そういうシーンが待ってるぞ。これはバスルームに行って、汚くなったからお風呂でも入りましょうみたいなことを言おったら、そういうシーンが待ってる。前触れだみんな、当たりだなみんな。来た。うん、なんだ？あ、過去の回想やな。ママ、おはよう。おはよう、ロゼ。串を貸して。ロゼの髪はパパそっくりね。でも顔はママに似てるって隣のおばあちゃんが言ってたよ。お人形みたいな綺麗な顔だって。ふふ、そうね。ロゼはお人形みたいに可愛いわ。でもママにとってはそれ以上よ。あら、なんでダブるんですかねそこで。ロゼは私の宝物なの。なんででしょうね。なぜそこでそうなるんでしょうね。ロゼ、わ、ベティ、今のかもしかして。その昼になんかベティ行って話進めるみたいな達成目標のスチルって。ロゼ、どうしたの？ぼーっとして。私の話聞こえてた？ごめん。そういえばロゼは病気なんだっけ？無理しないでね。大丈夫。それよりベティの話を聞かせて。ノワールは昨日の夜ここで血を洗い流してたの。すぐ私に気づいたけど慌てる様子はなかったわ。でも今日ずっと誰かに見られてる気がするの。さっきも言われたな。ノワールだと思うの？中庭に行く前も誰かにつけられてた。影も閉められたし。やっぱり次に死ぬのは私なのかも。もう完全にフラグビンビン立ってますけどね。確かに5日目があるなら君は死んでいるぜ。ロゼ、お願い、一緒に私の部屋に来て。おいおい、一緒にお風呂入ろうぜ。一緒にお風呂入ろうぜ。あれ、久々にはなかった。マジか。
残念だったわみんな。この展開だったらサービスシーンが流れるかなと思っとったらそんなこともなかったわみんな。ごめんな。え、どこ行くんだったっけ部屋か。ベティの部屋か。こっち。どこだったっけ。ここはベティの部屋にあっとったっけ。あ、ごめんね。今開けるわ。鍵は。嘘、ポケットに小さな穴が開いてるわ。昨日前なかったのに。落としたら音ですぐわかるよね。でも鍵を落とした音なんて仕方ないわ。ロゼは東廊下の方を見てきてくれる。私はこの辺と西廊下を探すから。探さなあかんの。わ、あったあったよ。ベティって言ったところにはベティが死んでたりするよ。どうしようどうしよう。タタラタタタラタタタラタラタラ。どうしよう。ベティの顔なんてゴミ箱に吸ってっちゃ。ひどいこと言ってる。すごいひどいこと言ってるな。こっちの方を探せばいいんだろ。つまりめんどくせえな。あるんかな、この鍵の落ちてる場所。なんでこんなところにみたいなところ落ちとったりするんだろうかな。もしかしてそれであれベッティなんでってなるんかな。そんな展開があるんかな。どうなんだろう。やべえ、ある場所によってはなんか話がだいぶガラッと変わりそうな気がするぞ。どうした？お前か。びっくりした。こんなとこおったんじゃ。ロゼ、この夜中に何してるんだ。グレイクこそ準備かな。そうだロゼ、これ落ちてたんだけど。ああ、お前が拾ってくれとったん。助かるわ。どこにあったん。落ちとった場所によってはなんかすごい話変わるんよ。ああ、俺はまだ用事があるから渡しといてくれないか。用事？もしかして犯人を探してるの？それとは別の用事だよ。それよりベティには注意しろよ。大丈夫だよ、多分。鍵はベティに渡しとく。ちょうど探してたの。これを見ても大丈夫だと言えるかな。図書室でこんなものを見つけたんだ。図書室？図書室？あー、鍵じゃなくてこれからか。あー、あー、何これ。子供5名の遺体が見つかった。刺し傷角度から犯人は子供ほどの身長。犯人は子供である可能性も視野に。え、子供が5人の他の子供を殺したってこと。さらに現場には血のついた子供の足跡。男子3名殺害事件。誘拐犯の仕業かって。多分わからないけど、そう記事に書いてあること全員ここにいるやつに関係してると思う。ほう。で、どうしてわかるの。俺の記事があるからだ。兄は過労で死んだんだ。とにかくロゼ、気をつけろよ。人殺しはまだこの業界に潜んでいるんだ。なんだよ、何が会いたいんじゃ。とりあえず鍵が手に入ったけど。ベティやったよ。ベティどこを探しに行っちゃったんだろう。西側に行ったらおるかな。どこおる？ベティ部屋に戻っとんかな、もしかして。でもこっち探しちょるんが普通やけど、部屋に戻っとうかな、もしかして。一応さっき部屋見とこうか。あ、おるわお前。見つからんかったって言って部屋戻ってこうか。パターンか。はい、見つかってよかった。ロゼありがとう。ロゼ入って、最後にとっておきの秘密を教えるから。なんだ、
実は私男なのとか言われたらびっくりするぞお前えぇってなるロゼも座って。秘密って私ね、人を殺したことがあるのやばいとてもショックな話なはずなのにさ、お前だったらそうかもしれないと思っとる俺が、俺はこんな顔でされたらさ、もしかしたらって思ってしまう俺がおるわ。あんま驚かなかったえ、本当は殺したくなかったのよ。だって死んだらそれ以上苦しめないじゃない。えらい理由やね、あんた。それえらい理由ですね。サイコパスやな、お前。サイコパスの顔さっきまでしょったけどさ、ここに来るまで毎日牢獄にいる気分だったわ。そこから脱出する鍵は殺すことだったの。ああ、なるほどな。そういう意味か。待てよ、なんか犯人は子供だったみたいな話、新聞あったけどさ、まさかね。ねえロゼ、あなたの両親はどんな人だった？ママはすごく優しくて、パパは…パパは？どうしたのロゼ、顔色が良くないわ。でも残念ね、いつも気にかけてくれるローヤモノワールはここにはいないし。は？誰かに思われて気にかけてもらえて本当羨ましい。ねえ、誰かに思われるってどんな感じ？ベティ、どいて。壊れかけの人形のくせに、私のロゼ、あなたは同じだと思ってたのに。全然違うのね。あなたは誰かに愛されてる。ロゼのこと、好きだったの。私と同じだと。やめろー、俺はそんな悪いことしないから。ベティ、え、何、体が熱い。どうした、血吐いてない？あれー、ちょっと、あ、何、真っ暗、目が見えない。あー、まだ死にたくない。ロゼ、エテコ、いや、一緒に行って、怖いわ、ロゼ。マジか、次の日になる前に死んだ。物音が聞こえたから見に来たけど。ロゼ、どうしたんだって、なんだ、何が起きたんだ。私じゃない。ダメだ、生きてるようには見えない。ロゼ、とにかくこの部屋を出よう。マジか。次の日になる前に死ぬ。大丈夫か、ロゼ。うん。っていうか、ベティはなんであんなことに。わからない、いきなり苦しみ出して。俺、本当は今夜この教会から逃げ出そうと思ってたんだ。ああ、だから準備しようって言ったんだ。じゃあなんでまだいるの？情報を集めてたんだ。抜き出してもまたルイス神父に捕まるんじゃ意味ないしな。コジももう俺とお前だけだな。とりあえず休め。お前顔、多分だいぶ顔色が悪いぞ。あれ、これグレックも死なない？もしかしてこれグレックも死なんかな。大丈夫かな、グレックも死んでないかな。これわざわざ次の日に話をもう回させたっていう流れが、もうなんかグレックがもう死んでるような状態になってそうな気がするんですけど。息が苦しい、足に力が入らない。病気のせい、昨日何も食べなかったから。グレックはどこにいたの？やべえ、やべえぞみんな。これクライマックス始まるよこれ。大丈夫だ、グレック。